海ぼっち10周年どうも、なおちんです。さあ、今年の夏休みはですね、ちょっと妖怪ウォッチが10周年なので、いろいろとやっていきたいと思います。まあ、とりあえず今日は、妖怪ウォッチ1、ニンテンドースイッチのやつですね、これを、久しぶり、まあ、1年ぶり以上に開いてみようと思います。どこら辺まで進んでたのかちょっと覚えてないけども、ある程度は進んでたと思うよ。どれぐらいまで行ってる？最後に開いたのが2022年8月20、ああでもまあ、うん、約1年前だね。約1年前に一度開いてるみたいです。さすらいそうにいるの？あー、わかった。宝石系を俺集めてたんだ。あ、そう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 、宝石系集めてて、待って、時点で見てみよう。あれだ、エメラルニャンかなんかが俺まだ持ってなくて、ずっと探してた気がするんだよね。っていうか、空きが結構あるね。うん。結構入手してない妖怪多いぞ。いや、なかなかね、ワンは難しかった気がするんだよね、妖怪集め。ちょっと待って、宝石、やっぱり。サファイニャンとルビーニャンとダイヤニャンは持ってるけども、あと、トパニャンとサファイニャンか、が入手できてないので、それを集めるために、そう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 、このさすらい層に、こもってたんだ。ちょっと待って。え？山月王に俺持ってたっけ？あ、持ってたんだ。いや、絶対山吹王に持ってないよなと思ってたんだけど、いや、持ってるんだ、俺。あ、よく集めたね。あ、そうか。あ、でもレベルはまだ微妙だから、多分、やめる直前ぐらいにようやくゲットしたんだな。うん。で、まだレベルは上げきってないっていうところか。ああ、なるほど。はい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 。ま、とりあえずですね、妖怪ウォッチ1は、こんな感じでしたね。いや、時点は全然埋まってない。うん。確か、全部集めようとして、いや、ちょっと無理ってなったんじゃない？いやー、でもこれ、難しいぞ。全部入手するの。強いやつは大概ね、入手してんのよ。多分、強い妖怪は大概、いけてるんだけども、そうね、E ランク、D ランクとかそこら辺がまだ、若干微妙な感じだと思います。あと、宝石系ね。トパニャン、サファイニャン、これ出ないんだよな。出ないんすよね。まあ、そこもなんとか、今年の夏はゲットしたいかな。うん。で、山吹鬼がいたっていうのはすごく嬉しい。うん。はい。まあ、とりあえず、妖怪ウォッチ1、こんな感じでした。はい。今年の夏は妖怪ウォッチ、1だけではなくてね、すべてのシリーズある程度触っていきたいと思います。はい。チェックをよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。こんな感じでした。